2日目になりました。昨日、おとといからこっちのおっぱいが詰まって、おとといの夜詰まってで、マッサージしたけど治んなくて、昨日もマッサージを助産院に行ったんだけど治んなくって、で、今日ですね、3日目になってやっと抜けました、詰まりが。なんか、すごく痛かった、すごく痛かった。なんだろう、白い白斑、なんかね、こう、なんていうのかな、これ乳輪ね、乳輪があって、この真ん中の乳首のところに白く点がね、ポツッとできるんですよ。こう、なんかこう、詰まってた白いカスみたいなやつが、なんかこう、砂みたいな感じなのかな、白いね、ちっちゃいつぶつぶみたいなやつがいて、で、そのせいで詰まってたらしいんですけど、ちょうどこう、一番太い線が詰まってたみたいで、そのせいで、あちこち、しこりがたくさんできていたようです。だからそれこが開通したので、やっと痛みから解放されました。あー、ほんとしんどかった、しんどかった。なんか授乳感覚が空いてしまう、このおっぱいがね詰まったりする理由は、まあ、あんまりね、インターネットを見たりすると食べ物あんまり関係ないって書いてはあるんだけど、もち米はあんまりね良くないみたいです。もち米、私ちょうどお赤飯食べちゃったんで、そのもち米のせいだと今回は思ってるんですけど、まあでもその前にケーキもね食べたりとかね、結構いろいろ食べてますね。あとは他は気をつけなきゃいけないのは、脂っこいものとか、甘いものとかはやっぱね詰まりやすくなるみたいです。私以外の人も昨日なんかね、気圧が低くてこう血管が細くなったりする人とかも、気圧が低い日に頭痛する人とかも詰まりやすかったりするみたいです。そう、そんな感じで、私以外にも昨日はね何人かおっぱいの詰まりで来てた人がいたんですけど、その人はフライドポテトとかって言ってたかな、食べてからそのせいかもって言ってましたね。だからなんか人によってね、いろいろ何が原因かは分かんなかったりするんですが、なんかちゃんと授乳ができて赤ちゃんがこうおっぱいを吸う、なんかうまく表現できないな、まあ、ここがこう乳首がこうあっておっぱいがこうあるとしたら、赤ちゃんがこう大きくこう加えてこうごく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 って飲めればいいんだけど、このくわえが浅くてこんな感じで先っぽだけチュッチュ吸ってるぐらいな感じだと全然飲めてないんです。あんまり飲めてなくて、それでこう残っちゃうらしいです、おっぱいが。でそのせいでこう詰まっちゃったりとかするから、ちゃんとこう赤ちゃんがガムって噛めるように、噛めるっていうかあむって大きいお口で飲めるように体勢をね整えてあげて授乳するのが大事なんだよみたいな話とかをね、助産師さんが今日お話ししてるのを聞いたりしてました。なんかでもいろいろみんな、なんか私以外のママもみんな悩んでるんだなっていうのがすごいよく分かって助産師さんに相談してよかったなと思いましたね。すっきりしたね、ここにいるんだけどすっきりしたねって、すっきりっていうか私はすっきりしたけど、この子は別にねあれだけど、でもこうママのおっぱいが詰まってると赤ちゃんも飲みにくい、味がないから飲みにくいみたいで、なんか一応こうおっぱいあったらこうあむって噛んでくれるんだけど、なんかモニョモニョってやってて味がしないからペッみたいな感じで全然飲んでくれなくて、それで余計詰まってね、ほんと悪循環なんですよね。だからよく今回頑張って痛いのに頑張って
助産師さんも頑張ってこう揉んでもらってなんとかなりましたね。ベビちゃんよかったね。ね。ううよかったね。何わな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 そんな感じでなんとか乳腺炎は免れました。でも本当このおっぱいの詰まりが原因で、人によってはねすぐ炎症を起こしてね乳腺炎になって高熱が出てっていう人もいるらしいです。急にね悪化しやすいらしいので、なんかおっぱいが詰まって大変だなっていう人は、まあ、とにかくたくさん授乳をする、間隔を空けないで授乳をする、でまあこう乳首がねこうあったらね赤ちゃんにちゃんと編むって奥まで加えさせれるような体勢で授乳をする、でしっかり飲み切ってもらうのが大事らしいです。まああと食べ物気をつけたりとか、あとママが疲れてたりするとね、やっぱ疲れが溜まっちゃってるとまたこう滞りがねよくなくなっちゃったり、するみたいです。そんな感じでした。私はなんとか乳腺炎は免れたんですけど、おっぱいマッサージが本当に痛くて本当に痛くてなんかお産より痛いっていう人はお産より痛いかもっていうぐらい、まあ、私も痛かったけどでもお産の方が痛かったかな。そんな感じでした。どうした？そんな感じでした。大丈夫？なんかだいぶ汗かいちゃったね。暑いからね気をつけないとベビーさんもね、よかったね、ちゃんとおっぱい出るようになってね。ねなんか目を合わせてくれない我が子、どうした？そんな感じです。また YouTube の動画、まあ、赤ちゃんいるとねなかなかアップできなかったりはするんですけど、のんびり、ニコニコして楽しいね、またアップしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ。なんかこのおでこが引っかいちゃって痛そうに、爪もね切らないとすぐ伸びちゃうね。Peace.